皆さんこんにちは、大牛です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの3の2番の解説の動画となっております。問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから問題の解説に移るようにしてください。いつも通り、まず選択肢から見てどういう種類の問題なのか予測できるか見ていきます。そうすると A が Add、 B が Addition、 C が Additional、 D が Additionally になっていますね。でこれを見ればですね、まあ、全て Add という動詞と、まあ、それの派生形が、まあ、全て並んでいるなということがわかるはずです。で今回実はこの A、B、C、D 全て品詞が異なりますから、あ、まあ品詞問題だというふうに思ってですね、空欄の前後の形もしくはまあ文全体の形を見てですね、文法的に入るものを選べば答えが出るはずです。ということで前を見ると、前には and があり、そして空欄の後ろには fee があります。 fee というのは非常に重要な単語で、意味としてはね、まあ、料金という意味で押さえておいてください。まあ、とにかくね、形的にはですね、アンというまあ冠詞があってですね、で空欄があって、その後にフィー、料金というまあ名詞という形になっていますよね。今回のようにまあアン、でなどの冠詞が来たり、もしくは所有格、まあ his とか my とかね、her とかね、そういったものを持ってきた場合、当然これらと、まあ、セットになる語句というのは、まあ、名詞ですよね。これらの後ろには名詞が必ず来るという感覚は持ってほしいんですが、この、まあ、冠詞とか所有格と名詞の間に何か入れなさいというふうな問題になっている場合は、この空欄の後ろにある、まあ、名詞を修飾できるようなものじゃないといけませんよね。で名詞を修飾するものというのは、まあ、当然形容詞ですから、この空欄の中に入るのは形容詞だというふうに予測しなければいけません。で今回もね、空欄の前には an があって、その後ろには fee という名詞があるわけですから、あ、この空欄に入るのはここの fee という名詞を修飾する形容詞が入るんだというふうにまず考えなければいけません。ということで、まあ、この A、B、C、D の中から、まあ、形容詞を探していくわけですが、結論から言うと、C の additional が形容詞で、意味としては、追加のという意味になります。ですから、答えとしてはもうこの時点で C に決まります。で、他の選択肢についても、なぜダメなのかということは後で説明しますが、まあ、とりあえず additional について見ておきましょう。で、この additional の最後の L の部分ですが、これがですね、まあ語尾についてる場合、基本的にその単語は形容詞であることが多いんですね。まあ他にもですね、まあこういう語尾になると形容詞になるよというものはいくつかあって、例えば able とか owes for などなどね、他にもいくつかあります。こういったものは、まあ、形容詞だけじゃなくて、名詞のバージョンでもあって、まあ、よくね、参考書でリストとしてまとまっていたりするんですが、そういったリストは、もう最初から全部覚えなきゃとね、思う必要はなくてですね、すぐ参照できる場所に置いておいて、で、今後単語を覚えていく中でね、あ、この単語、まあ、AL で終わってるから形容詞なんだとかね、あ、確かに、Able で終わってるから形容詞なんだ、みたいな感じで、一つ一つ単語を覚えていく中で、まあ、参照しながらね、その感覚を身につけていこうぐらいの気持ちでいてくれるといいと思います。ということで問題に戻ると、 an additional fee で、追加の料金ということで、まあ、ちゃんとねフレーズが出来上がったので、これで正解という風になります。でね、せっかくなのでしっかり他の選択肢に関しても見ていきたいんですが、まあ、A の add に関しては、これはまずですね、品詞としては動詞です。で意味としてはほにゃららを加えるという意味です。でよく出る形なので覚えておきたいんですが、 add a で終わらずに to be、 前置詞の to をねくっつけて、使う形がよく出ます。でこれでですね、 a を b に加えるという意味になります。まあ、a をね加える方向を to で示しているという風に思えばいいでしょう。でこの add a to b という形じゃなくて、add to a という形もあってですね、この場合はですね、意味としては
A を増やすという意味になります。まあ、違う単語で言い換えれば、increase A とまあ同じような感じだと思ってもらえば OK です。で、今回この add が動詞だと分かっていれば、まあこんな位置に動詞が入らないということは分かるでしょうから、まあ A はなしにはなりますよね。次は B の addition についてですが、これは品詞としては名詞で、意味としては名詞なので、追加であったりとか、もしくは、まあ、足すという行為なので、足し算という意味で使われたりもします。逆の意味としてね、subtraction。で、これで引き算という意味になりますから、まあ、これも覚えておきましょう。で、これに関してもちょっと語尾的な知識を言っておくと、まあ、最後にね、tion、このションで終わるものというのは、まあ、名詞に基本的になっているということは覚えておいていいと思います。まあ、あとね、名詞になる語句をいくつか紹介しておくと、まあ、例えば、sion のこう、shown であったり、もしくは、meant であったり、ness がつくものであったり、まあ、er とか or がつくものであったり、まあ、などなど、まあ、こういったものがあります。で、これらも、まあ、いきなり全部覚えようという感じよりも、まあ、ちゃんと手元に置いておいてね、今後単語を覚える中で、まあ、一つ一つね、照らし合わせたりしながら、まあ、その感覚をね、身につけていくという感じで OK だと思います。ということで今回ね、この位置、空欄の位置に名詞が入ることがないですから、まあ B に関してもないということになるんですが、この addition に関しては、実はね、単独で使われるというよりも、まあこれを使った表現がね、よく使われますから、そちらを確認しておきましょう。まずよく出てくる表現が、in addition という表現ですが、意味としては、その上とか、さらにという表現になります。で、まあ、これはね、情報をさらに付け加えたい時なんかによくね、使われる表現です。で、これはですね、原則、まあ、文頭で使われてですね、全体の塊としては、副詞の塊として使われるんですが、まあ、これが、イコールですね、実は D の additionally と、まあ、同じ意味になります。additionally の方が、まあ、硬い表現ではあるんですが、まあ、in addition で additionally。これね、二つセットで同じような意味で覚えておいてください。で、次にね、in addition to a という表現なんですが、これも非常によく出てきてですね、in addition to a で、a に加えてという意味になります。で、この in addition だけで使われるパターンは先ほど副詞と言いましたが、in addition to までつくとですね、これ全体として一つで前置詞の働きをします。ですから、この A の位置に来るのはですね、当然、名詞か ING、まあ、同名詞になりますよね。で、これらね、まあ似ていますけれども、ちゃんとね、品詞を別にして覚えておくようにしてください。ということで、先ほども言いましたが、D の additionally というのは副詞でですね、まあ今回この空欄に副詞が入ることがないですから、まあ、やっぱり C だなというふうにわかるはずです。では、問題文全体について見ていきましょう。まず、I paid と来ていますが、pay というのは、何々を払うという意味の動詞ですよね。ですから、I paid an additional fee で、まあ、追加の料金を払ったという意味になります。そして、for express delivery service となるわけですが、この for の後ろのまず express という単語について見ておきましょう。express というのは、まあ動詞として有名なんですが、実はですね、まあ多義語としてまあいろんな意味をね、押さえておかないといけない単語なんですね。で、そのいろんな意味を覚えるときに語源から整理しておくと非常にわかりやすいですから、まずね、語源から見ていきましょう。express の成り立ちとしては、まあ、EX とですね、この PRESS の部分に分かれて、この EX の部分が、まあ、相当にとか相当というイメージがあって、この PRESS の部分は、まあ、押すとかね、押し出すとかね、そういったイメージがあるわけです。ですから、まあ、EXPRESS で外に押す、外に押し出していくというイメージなんですね。で、そこから、まあ、動詞で使われる場合はですね、自分の感情であったり、まあ、考えを外に押し出すという感じで使われて、意味としては、何々を表現するとかね、何々を伝えるという意味で使うことができます。で、これはね、まず絶対に覚えておいてほしいところです。で、この、外に押し出すというイメージから、もうこの外に押し出されて出てきてるものって、はっきりしていて明らかなものですよね。ですから、形容詞として使われて、はっきりとしたとか、明白なという意味で使うこともできます。また、他には、形容詞として、まあ、急ぎのとか、もしくは急行のとかね、もしくは、名詞として、
急行列車とか速達といった意味で使うこともできます。でこれもね、覚えやすく考えるとするならば、まあエクスプレスというのは外に押し出されてもはっきりするね、明白であるというイメージがあると言いましたが、でそこから例えば急行列車で行けば、まあ各駅停車じゃなくてですね、まあより少ない駅数に止まっていくことによって、より目的地がまあはっきりしてるぐらいのイメージで、そうなると目的地がね少なくてはっきりしてるから、ポンポンポンと移動できて、まあ早いというイメージから急行列車というイメージになったりとか、まあ、要するに、まあ、目的地がはっきりしてるから移動をヒュッとね早くすることができるというイメージで、まあ、急ぎのとか急行列車速達というイメージにつながってきたと思うといいでしょう。ということで今回は Express が Delivery Service に今かかってますから、まあ形容詞で、まあ、急ぎのデリバリーサービスということで、まあ、要するにこれ速達ですよね。まあ、速達のためにという意味になっていると思えばいいでしょう。まあ、エクスプレスはいろんな意味があるんですけれども、まあ、この語源外に押し出すというところからね、一つ一つつなげてね、覚えてみると面白いかと思います。ということで、最後もう一度読んで終わりにしましょう。I paid an additional fee for express delivery service. ということで、私は追加料金を払ったんだよ for express delivery service、 その速達のサービスのためにという風に整理できれば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.